皆さんは抗がん剤と聞いて何をイメージしますかがんを治療する薬なんですが髪の毛が抜ける激しい吐き気を催すなどの強い副作用をイメージするのではないでしょうかではなぜこのような副作用が起こるのでしょうか多くの細胞は古くなると細胞分裂によって新しい細胞へと置き換わっていきます。 大事なのは古くなった細胞が死ぬということですしかし細胞が異常になると死ぬというのが起こらなくなりどんどん増殖していきますこれががんですがんを止めるには細胞分裂を抑えるというのが一つの方法です抗がん剤は細胞の中の DNA などに作用し 細胞分裂をを抑え癌を死滅させますしかし問題なのは抗がん剤が癌細胞だけでなく正常な細胞にも作用してしまうということです活発な正常細胞がダメージを受けるのでさまざまな副作用が起こるのですもし薬が癌細胞だけに作用すれば 副作用は起こらずに済むのですがどちらも同じ細胞なので区別が難しく簡単ではありませんところが研究によってがん細胞の表面に特徴的な分子が現れているというのが分かってきましたこのがん細胞だけにある分子を目印として攻撃すれば正常な細胞を壊さずに済みます それを可能にするのが抗体です抗体とは人の体の中の免疫システムで働いているタンパク質である分子にだけピタッと強く結合することができます。これを医薬へと用いたのが抗体医薬です。抗体薬はがん細胞だけに作用し 癌を死滅へと導くことができるのですこのことから抗体薬は魔法の弾丸とも呼ばれています現在抗体薬は進化しコンパクトな抗体や抗がん剤をつけた抗体なども開発されています私はこのような新しいタイプの抗体を作り出すという研究を行っていますそして医療に貢献したいと考えています